東芝のテレビってそんなにモデルで違うの？そんな疑問にお答えすべく今回も調べてきました。本動画では昨年のモデルから変わったことを簡単にお伝えしつつ、モデル間の違いについてもまとめてきましたのでご紹介したいと思います。東芝のテレビで迷われている方はぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。東芝の2021年モデルですが、実は2モデルだけです。それは有機EL の最上位モデル、液晶の最上位モデルの2つです。それ以外のカッコでくくったモデルは2020年モデルから変わっていません。つまり2020年から最上位モデルだけが更新されたという形になります。2021年モデルはレグザブランド15周年ということで、2020年のモデル名から末尾に S がついた名称になります。アルファベットも変わっていないことからマイナーチェンジという位置づけでしょう。 X が有機 EL モデル、それ以外が液晶モデル、数字がグレードです。それでは2020年モデルからの違いを簡単にご紹介していきます。違いは高画質機能です。高画質機能で主に変わったところは、肌の表現、お任せ設定、地デジおよびネット動画の画質です。2020年モデルの肌の表現は美肌リアライザープロといい、肌を検出しくすみがちな肌の陰影部分を自然な階調で再現する機能でした。2021年モデルの肌の表現はナチュラル美肌トーンとなりました。肌を検出し撮影環境などで失われた階調を再現するところは同じ効果ですが、カラーまでシフトし人のイメージする美肌へと補正する機能です。カラーシフトするということでベージュのコートなどご検出が心配になるかもしれませんが、携帯などにもついている近年の顔認識精度は高いので問題ないでしょう。ちなみにですが、シャチパンは顔認識されませんでした。2020年のお任せの設定はお任せ AI ピクチャーといい、視聴環境の色温度や明るさによって適切な画質に自動調整する機能でした。2021年モデルはこれに加えて睡眠の妨げとなると言われているブルーライトを夜間 20% カットする機能が追加となり、お任せ AI ピクチャー2という名称となりました。なおエントリーモデルの C350X のお任せオートピクチャーは明るさだけ自動調整するもので、色温度を含まない機能です。その他には地デジ AI ビューティープロが2となり、地デジの映像のノイズ除去や超解像度処理に用いるパラメーターが番組ごとによって選択されるようになりました。従来はシーンや絵柄によって判別していましたが、より最適化されたという内容になります。ネット動画においても同様にアップデートされています。以上が2020年モデルからの主な変更点です。細かい機能の進化はありましたが、マイナーチェンジの範囲であり、他社と比較すると見劣りします。また今年は PS5 などのゲーム機で盛り上がりを見せているHDMI 2.1 の 4K120fps、VRR、EARC に他社が対応しつつある中、最上位機種で未対応なのは残念という声が多く上がっていました。それからゲームつながりで1点注意事項があります。それは表示遅延時間です。今年は 4K120fps 機能が特に話題となっており、それに伴い表示遅延のスペックが注目されています。表示遅延とは、実際にゲーム機などから出力された映像データをテレビに映し出すまでの時間のことを言います。これが遅いと、例えば速い動きである格闘ゲームや FPS ゲームで相手の動きにうまく攻撃が当てられなかったり、避けたはずが当たっていたと感じることがあります。東芝のフル HD120fps 信号入力時の遅延時間スペックは液晶モデルで約 0.83mm と記載があります。ソニーの2021年モデルの遅延時間は最短で 8.5mm、 良質なゲーミングモニターでも 1mm ですから、
東芝レグザの遅延時間はゲーミングモニター以上だと紹介されたブログ記事などをよく目にしますが、これは残念なことに正しくありません。勘違いされている方が多いのですが、この東芝のスペックは注意書きにもあるようにパネルによる遅延を除くとあります。実は表示遅延とは、このようにテレビのデジタル信号処理の遅延と映像を映し出すパネル応答速度の2つに分類されます。ソニーなどのスペックはこの両方を合算させた値をスペック化していますが、東芝のこの 0.83 ミリ秒は内部の信号処理の遅延時間のことです。このパネル応答時間は含まれていません。有機 EL パネルの応答時間は1ミリ秒もかからないマイクロ秒オーダーで高速ですが、テレビに用いられているような液晶パネルであれば10ミリ秒前後は最低かかっているかと思われます。消費者が知りたい表示遅延はもちろんパネルの応答速度まで含めた値だと思いますので、 0.83 ミリ秒ではなく実際にはもっと大きな値でしょう。個人的にはスペックがないので推測となりますが、おそらくはソニーと変わらないかもっと遅いというところでしょう。昔はスペック化されていた時期もあったのですが、最近はこのような表記に変わってしまい、思春期の乙女心かってぐらい分かりづらいですよね。いずれにせよ、ゲーミングモニターは応答速度の良い TN パネルを用いていたり、表示を高速化するために液晶分子の因果電圧を上げるオーバードライブという方式を取っていたりしますので、専用機以上の遅延スペックであるというのは言い過ぎでしょう。なお、それでは有機 EL モデルであれば良いのかというと、そういうことでもありません。有機 EL はパネル応答速度はマイクロ秒オーダーで、ミリ秒に直すと例えば 0.1 ミリ秒などで高速ですが、焼き付き防止制御などの観点からデジタル信号処理の遅延が大きいです。仮に最速でもスペック値は 9.3 ミリ秒程度となるかと思われます。この遅延時間が購入動機となっている方は注意してみてください。続いてモデル間の違いについてご紹介していきます。まずは同時録画番組数です。有機 EL 液晶モデルの最上位モデルは、東芝最大の特徴でもある地デジ6チャンネルを数日分丸ごと録画できるタイムシフトマシンが搭載されています。口コミでも非常に好評な機能で、地デジをメインにご覧になられる方から重宝されており、同時に購入動機にもなっています。液晶のエントリーモデルである C350X は1番組、それ以外は2番組となります。ですのでタイムシフトマシン搭載モデルは最大8チャンネルとなります。2番組の組み合わせは地デジ、BS 放送、CS 放送であればどんな組み合わせでも録画できますが、BS4K 放送、CS4K 放送まで考えるとモデルによって変わってきますので、録画を多用される方は確認してみてください。続いてコントラストについてです。有機 EL モデルは両方とも自社開発高放熱インナープレートが搭載されています。有機 EL の発光は焼き付き防止の観点からあまり高温にできませんが、放熱することで弱点である明るさの改善を図っています。ただし55型と65型のみの対応となります。液晶モデルは全モデル通して直下型のバックライトが採用されています。バックライトは液晶パネルを後方から照らす明かりのことで、エッジ型と直下型があります。エッジ型は LED をパネルに対し垂直に配置し、光を同光板で拡散させます。一方直下型はパネルの真後ろから直接ライトを当てるため、画面の光量を細かい範囲で制御することができます。この中では最上位モデルの Z740XS のみバックライトのエリアコントロール機能が搭載されています。直下型のメリットが活用され、コントラストが高められています。次に残像低減機能です。 Z740XS までは倍速パネル、バックライト高速明滅の併用です。倍速パネルにより動きの速いシーンの前後のフレームから
保管フレームを推測して生成。さらにバックライトを高速明滅させることで動きの速いシーンもくっきり滑らかに再現します。液晶の注意モデル以下は倍速パネルではなく等速パネルとなり、バックライトの高速明滅のみ対応しています。倍速パネルと等速パネルではそれなりに効果に差がありそうです。続いて色再現です。 Z740XS までのモデルは公式域復元プロ、 M540X は公式域復元です。公式域復元の処理自体、映像送信の際に失われる本来の色を復元し、色表現領域を拡大し自然で豊かな色を再現するものです。この色表現を拡大するにあたり、ただ単純に広げてしまうと、例えば人の目が敏感な肌の色などは色のバランスが崩れ不自然に見えたりします。そうならないように色表現領域を拡大していく調整を公式域復元プロでは64色軸を用い、色のデータを明るさにも応じて置き換え変換しています。64色軸とはこのカラーサークルでいうと、これを64分割しそれぞれの領域で補正するという意味です。なお M540 の公式域復元はこの色軸の数が9軸で、調整精度の差のようです。東芝の絵作りは色鮮やかというよりか自然な絵作りという意見が多いので、そのような絵が好みの方はおすすめできるかなと思います。次にサウンドです。上位機種のテレビに搭載されたサウンドシステムはメーカー努力により品質が向上しつつありますが、よりクリアな音や重低音を求めるのであれば、サウンドバーや本格的なホームシアターの導入をした方が良いという見方が強いです。サウンドの感じ方は人それぞれですので、気になる方はぜひ量販店などで確認してみてください。 20W のレグザパワーオーディオシステムは底面に2個のフルレンジスピーカーが搭載された、いわゆる一般的なテレビの構成で、特に特徴はありません。 72W のレグザパワーオーディオ X は底面にフルレンジスピーカーと高音のツイーターが搭載されたツーウェイのスピーカーシステムです。低音を担うウーファーはありませんが、パッシブラジエーターがついているので低音をある程度は感じることはできるでしょう。計6個のスピーカー構成です。 80W の重低音バズーカオーディオシステムプロ2は、先ほど紹介したパワーオーディオ X の 2way のスピーカーシステムに加え、低音を担うウーファーがあります。ウーファーがあるので低音も期待でき、迫力あるサウンドが楽しめるでしょう。どうでもいい話ですが、バズーカの次のネーミングはやっぱりハイパーバズーカでしょうか？それともまさかメガバズーカランチャーでしょうか？最上位モデルのサウンドはレグザパワーオーディオ X プロ2といいます。重低音バズーカオーディオシステムプロ2からさらに上面にツイーターが搭載された構成なので、音像をきちんと画面の中央に引き上げてくれます。これにより映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめます。48型モデルは 72W の構成になりますが、それ以外は計10個のスピーカーで 142W の構成です。テレビの音響では他社と比較しても豪華でパワフルな構成です。次に価格です。ラインナップの多い55型の大体の初値を2020年モデルも合わせて載せています。出たてのモデルは価格変動も大きく日々変わりますが、価格 .com の平均価格を参考にすると今このくらいの価格のようです。2021年モデルは発売から2、3ヶ月経てばだいぶ下がってくるでしょう。さて、まだご紹介できていない項目もあるのですが、モデル間の特徴についてざっと比較しました。東芝の2021年モデルはマイナーチェンジでしたが、画質にはもともと定評がありますので、 HDMI 2.1 対応が気にならなければおすすめできるかなと思います。ただ HDMI 2.1 対応を望むのであれば、必然的に来年のモデルがターゲットとはなりそうです。
価格と相談ですが、価格重視で画質にあまりこだわりがない方はエントリーモデルの C350X。 ただ価格的に差もなくなってきているので、エントリーモデルよりは画質も良く2番組録画もできる M540X の方が個人的にはおすすめです。さらに画質にも音にもこだわりたいって方は X8400 や Z740XS、 タイムシフトマシンが欲しいって方は X9400S、 Z740XS、 最高画質で音も楽しみたいって方は X9400S が候補となるのかなと思います。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最後に全ラインナップのインチ情報をまとめました。2021年5月現在、液晶モデルの50インチを除いて発売済みとなっています。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。それから本機をお持ちの方で使用感や良かったところ、実機を見て思ったことなどもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくはシャチパンが動画作りで一番頭を悩ませているのはこの誰も見ないエンディングだと聞いて慈悲の心が芽生えたって方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。